今日は何でも聞かせデラックスに番組大プッシュって書いてありますけど、マーナイス大好物でございます。横山ルリカちゃんが来てくれました。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと自己紹介をしてもらおうか、はい、そうですね、アイドリング9号としても活動してるんですけども、うん、ソロとしては今回ですね4枚目のシングル瞬間ダイヤモンドをリリースさせていただきました、横山ルリカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はソロで、ね、登場していただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、多分ねここ の, あの番組のヘビーユーザーは、うんうん、まあ、横山ルリカのことはもうとことん知ってると思う、はい、本当ですか。だってあなたいない時もあの相当話しとるもん横山でさ、俺たちの周りの中では、はい、多分前もあのアイドリングでね番組に来てくれた時にも、ね、ちょっと話したんだけど、はい、あのルリルリって俺たちは呼んでる、横山ルリルリだとかって言っていう話をしてる、はい、言いにくくないですか。ルリルリ、わかんない、ルリルリ、TM レボレボって言ってるけどね、キーフレボレボってことは初めて聞いた、初めて聞いた、みんなそう言ってんじゃないの。嘘、言ってないですよ。でもルーリーじゃなくて僕の中ではルリルリ、はい、ルリルリなんだ。なんかそういうのは可愛いじゃん。 ありがとうございます、ね、でみんなあのね、はい、この FMH のね番組のね他のスタッフもね、うんうん、ルリルリが来るって言ったらねみんなね写真撮りたいで何とかしてくださいって言ってたよ。本当ですか。ぜひぜひ。横山ルリカ俺たちの周りっていうか、まあどれらい人気だぞ。本当に、うん、でこの前もやっぱりあのアイドリングの時ね、はい、ちょっと喋りすぎたね俺もうマーナイスさんしか喋ってなかったですよね。喋りすぎたね。だから今日はさなるべくさファンの人にさ俺の声よりやっぱり横山ルリカの声を聞いた方が100倍楽しいと思うもん、はい、ありがとうございます。さあそこで喋らせた方がいいな絶対。でもね今日はこの番組ね、はい、あの2コーナーに分けていったことはないぐらいだからね、今からのんびり撮りゃいいからね、マンダね、全然2コーナー行くで、でしかもあの横山ルリカだもんでさ、はい、今日2曲行くで。あ、本当ですか。行く行く、これね、撮って行っとけばねもう必ず2曲行くからね。台本で1曲しかないんですけどいいんですか。いい、2曲行っとけばいいじゃんね。1曲だから今から喋るでしょ、はい、ずっと喋、はい、って横山ルリカバーッと喋って、でじゃあとりあえずまず休憩に1曲どうぞってやって、でそれが終わったら次本編入ってきゃいじゃないプロモーションになんかお得ですね。いや横山ルリカだよそんなにいいんですか、うん、私本当会社のさ、はい、うちの、はい、事務所横山ルリカのパネル貼ってあるよ。何のパネルですか。あ、パネルっていうか前の、メガラバのポスターと、はい、もう1個あったじゃね、もう1個なんだラブリーラズリーだったっけ。ちょっと待って待って、あ、ラピスラズリーラブリーラピスラズリー、あ、ラピスラズリー、はい、ラシカってな、おい、ディレクターからラシカって言われてるびっくりしちゃったそう、それ2枚あのサインしてもらったやつを、はいはい、パネルに入れてあるのね俺ポスターって、どんなもあの他のアーティストにもらったポスターも名前でもらうじゃんね、はい、そしたらあの丸めてやらなくてどんなポスターも全てパネルっていうか挟んである。あ、それは嬉しいですよ。だから常にカチャって変えれるんだけどね実は。すごいすっごい数なんだから、ちょっと邪魔になるかなっていうぐらい。でもすごいですね。で今あの一番メインところに2枚並んでる横山ルリカ、うん、いいんですか。いい、全然。ちなみに他のメインところはどなたなんですか。他メインところはないんだけど違うところに貼ってあるのは、はい、乃木坂。あ、乃木坂では誰推しなんですか。俺言っていいわ、はい、あの堀美央奈ちゃんって言って、バレッタのセンターをやっている、あ、すごく若い子ですよね。そうそうそう、岐阜出身なんだ、うん、地元っていうかこっちの方で。なるほどなるほど。でこの前、まあ、いやそんな話はやったら乃木坂の話は死んでもいいんだアイドリングでこの前来た、俺アイドリング毎週テレビで見てるよ、はい、ありがとうございます、うん、あれさ、でもさ横山ルリカで撮らんかったらこんなことだ、俺は見とらんかもしれないけどそんなこと言わないでください本当に。じゃあ本当だけどあのなんかやっぱりさ、あとは俺この前の番組で言っちゃったけどさ、あの時にも、はい、あのアイドリングの中でもやっぱりひときわ輝いとるしさそれあの、うん、メンバーの前で言わなくて大丈夫ですかね本当にあ、言っちゃかかったな。メンバーもなんかみんなあ、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 みたいな感じで。しかもさ俺待ち受け画面が横山ルリカそう、もうそれにしといたメンバーにみんな聞いて、こんだけこうあの、うん、なんですかラジオ出させてもらってるっていうのもみんな知らなかったんで、うん、びっくりしちゃってみんな、うん、びっくりするよ。ちょっとお願いします本当にうん、俺別にさ、あれなんよ、ラジオのパーソナリティーことやってるけどさ本業じゃないもんで好きにやらしまええもんでもね、初めて聞いた人で絶対 DJ さんだと思いますよね。そうかな、うん、そうは、こんな喋りはしとれへんだろういやどうやらお前失礼だなディレクターがの、はい、そんなええもんじゃねえそんなええもんじゃないよでもそんな感じでその、うん、今回はそのまたシングルを4枚目か。そうですね、ね、それをちょっと聞く前にですね、はい、この番組はさ何でも聞かせてデラックスということで、うんうん、いつもチャレンジしたいことをいろいろ
ゲストに聞いてるんだけど、なんかチャレンジしたいことってあるの？チャレンジしたいことは、まあ、いっぱいあるんですけど、今までソロで作詞をしてきたので、なんかこう曲とかもアイディアで自分の出せたらいいななんて思ったりもしてます、うん、そうしてほしいねあんたはさ、はい、あれだもんね、アイドルじゃなくてアーティストになっていくっていうか、そんな感じだもんね。あ、本当ですか、うん、嬉しい。歌上手だもん、まあ俺が言うならなんだけど、嬉しい。ライブとかもね見てくださいましたもんね、うん、全然生歌を聞いた時に、あ、もうこいつはずっとやっていくんだなっていうのが分かったねアイドルでポッと出てさ、やめてく、アイドルじゃないんだなっていうの感じで、もったいないもんね、結構アイドリングも長いですしね。どれぐらいやったんだアイドリング？もう7年以上やってますんで、アイドリングをね、はい、そうなんだ。そのあれにもでも初々しいで、意外と初々しいかな意外と、嬉しいですか。でも若いやつらがおるとやっぱりいかんわな、若い子、ね、やっぱ年齢が違う、なんかこうパワーを吸い取られますね、うん、若い子がいると。あ、もうすごいんですよ勢いが。まあ勢いがな、もうおはようございますのテンションが、レイラさんおはようございますみたいな感じで来るからそれは全然違うわ、すごいんですよもう。だけどまあそこはまあそこに任しときゃいいもんね。そうですね、はい、あなたはやっぱりその歌で勝負していくと、あとルックスで勝負していくんだろうないやいやいや、ね、ルックスいい方いっぱいいらっしゃいますから、うん、でなんかそこにチャレンジは、はい、なんかチャレンジっていうことだったんで。ああ、え、逆に、うん、マンナシさんってチャレンジしたいこととかってあるんですか？俺もうあれへんもん、もうやり尽くしました、やり尽くした、もうええかな思ってだって横山瑠璃香と二人で喋ったしさまあ言うことないな。本当ですか？あとないよ、別にないね、チャレンジしたいことは全然。あ、じゃあ私今までやったことないんで、うん、あのアイドリングでこの間パチンコが出たじゃないですか、うん、おー、散々やったよあんたしかもより横山瑠璃香推しでそう、おばあさんがやってくれたっていうのを聞いたんで、うん、私パチンコってやったことないから、自分の台でこうなんかボタンとか押してみたいなとは思います。うん、うん、やってことないの？やったことないんですよ。やるといいね、いや早く行った方がいいよね。早く行った方がいいんですか？早くどういう意味かっていうまあそんなことなんでかって言えへんけどさあ、そうなんだ、やった方がいいよパチンコ。うん、なんか自分がせっかく映ってるので、うん、行ってみたいなっていうのはすごいありますね。すっごい映ってる、あのギンガムチェックのさ、はい、赤いビギニア忘れられもよく覚えてますねすごいな。そうやったよ全然、うん、そして先月のもう18日になりますけど、はい、ソロの第4弾シングル瞬間ダイヤモンドがリリースされましたけど、おめでとうございます。ありがとうございます。死ぬほど聞いてるよ死ぬほど聞いてくれてる。聞いてる、もうすぐ耳から血出るもん。やめて聞きすぎて、やめて。いや本当やっぱり聞いてる、すごいいい曲。ありがとうございます。あの前の前作の、はい、頑張って思い出す。リゾラバメガラバです。メガラバ、リゾラバって何ですか？リゾートラバーみたいな感じ。メガラバ、メガラバですよ。あれ聞いた時に、はい、とえらい曲だからと思って、なんかすごいミュージックビデオのこととかもね、そうそう、言ってくださって、すっごいいい曲で、ロックテイストじゃね、ちょっとね。うん、そうですね。でいい曲だなと思って、次の曲が出た時にバンを見て、まず聞く前にね、うん、曲を聞く前に見て、いやそれを超えられるのかなって。あ、多分ね制作はね、そこ一番苦労するところだよね。それよりいい曲いかなかんもんで、まあ、そうですよね。3曲目より4曲目、4曲目より5曲目っていう感じで、そこを行きたいで、その大丈夫なんだろうなって聞いたら、いい曲だったね。 ありがとうございます。すっごい上手に作ってあるというか、俺はもうすごいいいなと思った、あの曲すごいね。最初聞いた時、うん、難しいなと思ったんですよ、うん、なんか構成が結構馴染みがない感じのメロディーだったので、うん、自分で歌えるのかなっていうのがすごい不安だったので、うん、そう言ってもらってすっごい嬉しいです、ね、すごくいいと思う。この曲をじゃあご紹介してもらいましょう。はい、それでは6月18日にリリースとなりました私の4枚目のシングルです。聴いてください、瞬間ダイヤモンド。この曲あの初回限定版には DVD が続いていて、はい、3種類、はい、ね、はい、1種類が、ミュージックビデオ、そのもう1曲が、そうそう、メイキングと、はい、でもう1個がルリカの休日。食いつきますね鼻水出ちゃった俺これ一番食いついたね。俺だからさ、はい、これ一番見たかな。あ、ルリカの休日。あ、もう見てくださったんですか？見た見た、ありがとうございます。もう死ぬほど見たほんでさ、どんだけ俺さ自分撮りなんだよな、ビデオこうやってなんかカメラを持って、ね、ほんで海なんかあのどっか行ってるやつ、江ノ島かなんか ね行ってて、で前髪が全部上がっておでこが出ちゃう横山ルリカがレアで見れるっていうでそのとこ見て、でその後に髪の毛直して前髪が揃った場面があって、はい、あれこれが可愛い。ありがとうございます前髪ある方が好きですか？好き。ああ、ありがとうございます、うん、全然好きです。で
こうやって自分で近くで撮ってるじゃんね、はい、でカメラを見ながらこうやってあの撮ってるんだけど、うん、その時にちょっと目がクリクリでちょっと寄り見系になっとるんだ。恥ずかしいよ。それがドエラ側へなそれよできとるな思って本当にひいきしてもらってますよね私。いやそんなことない、まあ、すっきりすごい可愛いって言ってもらってる気がして。可愛 いじゃねえ。誰も誰も言ってないから向こう本当にもうガラスの向こうは笑ってるだけで誰もうんたのあの太った人だっけ。本当にもうやめてください本当に。いや本当にであのプロモーションビデオも今回はなんかすごいなんか顔が半分変わったりとか。そうですね、ハーフメイクっていう感じで、うん、半分すごいなんかこう濃い感じのメイクで、うん、もう片方はナチュラルな感じで、うん、こう右向くとナチュラルだし左向くと濃いしっていうので、うん、そこでなんかバラバラのカットを撮ったんですけど結構濃いメイクの時だとちょっとなんか強い感じにしたりとかして、うん、ナチュラルのメイクだとちょっとまあ自然体な感じだったりしたのでそれを交互に撮っててもう感情ぐっちゃぐちゃになっちゃいましたね。あれだって真ん中で線引いて両方違うの周りも合成じゃないんだもんね。合成じゃないです。だから頭を支える棒みたいのがあって、うん、ちゃんと動かないようにして、うん、リップシンクっていう、うん、口だけ動かしてるんだ。はい、口だけ動かすところを撮ったんです。あれ難しいな。じゃあ難しかったね。あれでもそれを生でやってるのは面白いよ。それをまたメイキングで見てみるというメイキングが多分面白いと思います。面白いんじゃないかな、はい、まずはプロモーションビデオを見てもらってミュージックビデオを見てもらった後にメイキングを見てもらって、うん、最後に横浜ルリカの休日を見てですねまったりしていただければいいよね。はい、面白い。本当にいいでみんな見た見たり見っとる見てます作っとる人たちだから誰に聞いとんだでこれ3枚であと通常版が、ね、はい、あって4枚出てるん で、ね、これ4枚とも絶対ゲットするべきだな。ぜひ間違いなく。俺ねでもこのジャケットの中でね、はい、好きなのはねどれがいいですか。おこれかわいい、ノースリーブのワンピースの花柄のワンピース、うんうん、ちょっとあのパステル調なイメージ あのジャケット。そうですね、これすごくいい。おありがとうございます。これ今俺だからあの携帯のマスマホ出したこれあかわいくない。いつの間に待ち受け画面にしてんですか。もう見て待ち受け今横山ルリカの CD ジャケット新しい瞬間ダイヤモンドに B 版ですかそれ。そうこれやだもうよくない。しかもちょっとなんか私真ん中じゃなくてちょっと斜めな感じでちょっとおしゃれな感じでしょでしょ。おかしい、もう何やってんですか、うん、本当に。だからこれさ俺他のゲスト来た時もたまに携帯で写真撮ってるから出してからこれ出ちゃうんだよねこの前も誰かあの違うあのゲストの子にさそれ誰ですかって聞かれたで横山ルリカって言っといた恥ずかしいですよ、うん、もう恥ずかしいよね。恥ずかしい。俺もたまにちょっとあの恥ずかしい時あるけどさじゃあそういうことでですね、はい、要は俺がやっぱり喋りすぎたっていうことでですねごめんなさい。今から横山ルリカが一人でなんか喋るんで好きに無茶ぶり、ね、なんか好きに2分ぐらい喋らせましょう。じゃあ、じゃあ横山ルリカちゃん喋ってくださいどうぞ。そうちょっと一緒に喋りましょうよいや私あの先月ソロデビューを1周年迎えたんですよ、うんうん、であのウォークマイウェイで、うん、去年の6月19日にソロデビューさせていただいたんですけど、うんうん、もうなんか1年でシングルを4枚出して、うん、アルバムを1枚出して、うん、自分の曲が21曲になったんですよ、うん、だからもうこのまま頑張ってアイドリング抜かそうと思います。抜けるぞそのつもりだよね多分。もう頑張って抜かしたいな、ここまで来たらもう抜かしたいなって思いますね、うん、はい、全然いけると思うし、やっぱりでもやっぱりあのアーティスト売りしてるからそれでいいんだと思うし俺は、うん、いっぱい出してってもらう。でしかもその中の二十何曲だっけ、21曲ですね。21曲の中には、はい、横山ルリカちゃんが使用した曲もね。そうですね、作詞した曲も2つあるんで、ね、あるですね、はい、今回のこのあれにもね。そうですね、入ってるんですがカップリングで、はい、まずそれ聞いてもらったらどうなの。お、いいですか、ね、聞いてもらって最後締めよう、聞いた後に締めよう。じゃあそれを紹介してもらおうかな。はい、それでは、瞬間ダイヤモンドのカップリング曲になります。私が作詞した曲です。聞いてください、横山ルリカで初めての恋ということで、はい、聞いてもらいましたけど、はい、横山ルリカちゃんのね心のこもった詩が書いた、ありがとうございます、ね、いい詩だよこれもね。いや恋の歌なんで結構作詞するの大変だったんですよね。恋しとらんで。そうだからもうほとんども想像ですね。うん、まあそれは大事だよ、うん、あれはファンの人に向けて、うん、共感してもらえるようにっていうのを意識して頑張って書きました、うん、詩は意外と大事なんだよな。大事ですね、曲ってやっぱり、うん、ほんでましてあの横山ルリカが書いてるっていうところがやっぱり一番キュンとくると思うし、聴いてるみんなはね、これからもいっぱい自分で書いてもらって書きたいですね、ね、また次またどんどんシングル出しまって、はい、来年も今年まであと5枚ぐらい出るんじゃないのシングルそんなに出
またいい2ヶ月おきに1枚出しとけば、ね、すごい勢いですね。そのたんびにキャンペーン名古屋来ればいいんだろう。あ、ぜひぜひ、ね、はい、またそんな感じで来てもらいたいと思います。はい、ということで最後に1曲もう一回紹介してもらえるか。もう1曲いいんですか。もう1曲いっとこうぜ。すごい、ね、フルだ。今日特別だ、もう1曲いっとけ。イエイ。はい、それではもう1曲ということで、うん、お声をいただいたので、うん、行きたいと思います、瞬間ダイヤモンドのこちらもカップリング曲になります。聴いてください、ワンインアミリオン。はい、今日のゲストは大好きな横山ルリカちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。